円数館、円数館、円数館、万歴12年4月28日、1584年6月6日、数定3年8月16日、1630年9月22日は、民末の武将。字は元祖。甲州布団岩県赤血沈水南郷、元、関東省汚岩氏の人。その優れた軍略で、両党、両政。 現在の遼寧省南部で、後金の軍隊に、たびたび勝利し、三国時代の名軍士、諸葛孔明になぞらえて称えられた。兵に対しても思いやり深い人物だったという。しかし、身内の名王朝内部に疑われて処刑された。万四十七年、1619年に十五歳で、下挙に合格して真摯に求大したことからもわかるように、元は文官であった。 福建地方の地方官として勤務していた頃から、軍事について論じるのを好んだと、ういつわから主観した時点で、すでに軍事に関心を持っていたと思われる。当時民国は、ヌルハチとの戦争で多大な被害を負っていた。大臣で、両党計略の孫昌州は、円数官と同じように、ネイエン、前田室英の城を強化する辛暴衛戦を作ろうとして、円数官は、 孫昌州の下で働き、山海間の外郭として、ねイエン城、現在の京城県城を築城した。この城は、城壁の高さは10.2メートル、城壁の厚さは、規定部で約9.6メートル、上部で約7.7メートルあり、ほぼ方形で4つの門を持っていた。道がいるように堅固となった。孫昌州はまた自分の軍隊が、 遠くの地方から徴兵されてきた士気の低い軍隊だったので、領人をもって領人を制する方針に変更して、前線に両政の現地人を集めて農業に従事させるともに兵力として用いた。結果、道がいるように両政の漢民族は活気を取り戻した。だが、孫昌州の評判を義政忠が妬み、彼を更迭してしまう。代わって起用されたのが、 寒寒の広大であったが、彼は臆病で、両政を放棄して、守りを山海間に絞るように主張する。それを聞いた、遠数館は、兵法に進撃はあり、退却はない。寧縁、近州、右田室三条は防衛力が整っています。両政を疾患してはかんないも危うくなります。両性を選び防衛に努めれば問題ありませんと、言って反対した。しかし広大は、 韓国を無視して、撤兵を決め、先に、公安氏を失ったので、官外を守ることができません。官外諸城の軍を官内に戻すべきですと上層した。上層が伝わると兵は戦意をなくし割れ先にと、官内に引き上げた。しかし遠数官は広大の指令を拒み、首相を拝命している、私はここで死に、撤退はしませんと言って、城と運命を共にする旨表明した。 円数官はわずか一万の軍勢に激を飛ばし、鼓舞した。そして決勝したため主張を打ち勝った。また、城内の農民を兵士として雇って、軍民共に総動員体制を取り、さらに農民を説得して、農家を焼き払い後金軍に利用させないようにした。またスパイ探しも熱心に行った。農民を登用し総動員し、円数官は、援軍が来ると言い続け式を鼓舞し、 アトキン軍は必死の抵抗に多くの犠牲を出した。民軍の徹底抗戦にアトキン軍は散々に打ち減らされ退却した。そこに軍心の反対を押し切ってポルトガルから最新式の大砲、クレナイエビス砲を売り寄せて城に設置し、総兵の三将の総こと武器の補佐を得て十分に兵を訓練した。ヌルハチは 民の救援を遮断する陣を取り、エン城を孤立させた。我らは二十万の大軍で攻める落城は必死である。降伏すれば高位降爵につけると約束したが、跳ねつけた。ポルトガルから、最新式の大砲が威力を発揮して苦戦する。金軍は斧を用いて城を壊そうとするが、円数官は自ら土石を運んだ。その際に傷を負い、部下が自長を促すが軍服を脱ぎ、 このぐらいの傷がなんだ。生を貪さぼって何が楽しいものかと叱責した。天型六年、1626年1月、ヌルハチの後金軍が攻め寄せてきたがこれを撃退し、年延の戦い、この功績により、兵部次郎、両党巡部、周持勘外軍事に任じられた。松陰は、ヌルハチ自身が穴取り準備を整えていなかったことも、要因であった。 翌年、ネイエン城と金州城で、本大寺も撃退し、数定元年、1628年には、兵部省所、右副都御史となった。同時に、を、本拠地として、公益を行っていた、民の左都督の毛分流を職務怠慢理由に、これを中殺した。しかし、毛分流の配家たちが真に投降したため、本大寺は頂上を遠回りして、 北京を攻めることに方針を変え、民国内に、艦長、スパイを送り、官官を買収し、円数官が無本を企てているという噂を流した。すると再疑心の強い数帝帝は、いとも簡単にその噂を信じ、北京防衛のために急いで駆けつけた、円数官を、数帝三年、六百三十年八月、無本の疑いありとしてしのげ遅刑にした。このことは、 数うての代での命滅亡を、決定的にした。円数間の処刑後、その一族は、よるところを失い流民となったが、円数間の子、円文筆が、後金の軍に入隊して、功績をあげ、それによって、人具だ、が、ねいことの官軍八期に編入された。そのまま子孫は清に仕え、新末には、円数間七世の孫の不眠が、円ん福が、 中国内地や新教の反乱の鎮圧に活躍し、吉林将軍にまで昇進している。また、その長男のことぶき山、1860年から1900年、も八期兵を率いて、高所20年、1894年から翌年に、かけての日清戦争などで戦っている。さらに国竜高将軍となり、高所26年、1900年の義和団の乱では、満州に攻め込んできた。 ロシアの軍隊とも戦うが大敗し、採取を手にかけた後自害した。去年41、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。